第七代暴法と公爵ヘンリー・サマセットは、イギリスの貴族、地主、政治家。出生から1803年までは、グラモーガン伯爵を、1803年より自身が、行位を継承する1835年までは、ウスター公爵を儀礼称号としてそれぞれ用いた。第六代暴法と公爵とシャーロット・ルーソン・ゴアとの、長男として生まれた。 庶民院議員グランビルサマセットは実定に当たる。彼は軍人としての道を選び、1811年に第10王立系騎兵連隊付け尉に任官した。ハリエット・ウィルソン・ヘンリーは遺憾時代に第3代リンスター公爵から高級娼婦ハリエット・ウィルソンを紹介されて一目惚れ、彼女にのめり込んだ。彼はやがて結婚に応じない、ハリエットの自宅に入り浸って、 王政を重ねるようになり、社交界から足が遠のいてしまい、時のプリンス・オブ・ウェールズの正体を断るほどであったという。事態を憂慮した父の六代公爵は息子をハリエットから引き離すため、半島戦争を指揮するウェリントン将軍の副官として、赴任するよう説得、赴任中に公爵家から彼女へ手当を出すことを条件にヘンリーは、副官を引き受けた。しかし、 公爵は不妊中にヘンリーと文通をしたことを理由に、ハリエットに対して支払いを拒否。これに激怒した彼女は、債務不履行で訴訟を起こしたほか、その行状を赤裸々に綴った曝露本、回想録を出版したため、公爵家の面目は丸つぶれとなった。熱の冷めたヘンリーは帰国すると、1813年に、モンマスバラ選挙区選出の通り伊藤、所属庶民議員に当選して、 1831年までその議席を占めた。また、1815年から1819年にかけてリバプール内閣下の海軍本部委員を務めている。軍人としても同年に少佐の地位を得ている。1831年英国総選挙で腐敗選挙区の改革を主張する保育党が勝利するとヘンリーも同党のベンジャミンホールに敗れている。ただし、 このホールの当選は、請願の結果、無効とされたことから、翌年の総選挙まで再びモンマス、バラ選挙区選出の庶民委員議員を務めた。1834年には、グロスター・ヨーマン、騎兵連帯付け中佐に昇進した後、翌年に、父の死去に伴って、暴法と公爵を継承した。乗馬する公爵を描いた、肖像画集爵以降は1836年に、 ブリストル大カレーに就任したほか、1842年にはガーター勲章を受訓した。その後は相次ぐ家族の不祥事に悩まされた。1846年に四女ローズが、この絵兵、フランシスラベルと出奔した。さらに、長女シャーロット・オーガスタは、王族のジョージ王子と浮き名を流して、タイムズ首等で妊娠が報じられた。これは後に誤報と判明したものの、 時の女王ビクトリアは誤解を解くべく参代した公爵夫人とシャーロットに対してよくぞ不死だらな女性を王宮まで厚かましくも連れてきたものと言い放って公然と不快感をあらわにした。ヘンリーはこの女王の対応に抗議して首相ピールに取りなすように迫ったため女王も話は分かった。これ以上はこの話をしたくないと折れたという。1853年に 一族の邸宅バドミントンハウスにて61歳で死去、同地に埋葬された。借位は長男のヘンリー・チャールズが継承した。七大公爵個人の紋章、ガーター勲章を受訓したことがわかる。1814年7月25日にジョージアナ・フレデリカ・フィッツロイと結婚して、二人の娘を設けた。1822年6月29日に、 エミリー・フランセス・スミスと再婚した。エミリーは前妻、ジョージアナのイボ妹であったため、同時代の人物サー・チャールズ・バゴットは、ビニング教への手紙で、よくもまあ、馬鹿げた複雑さで、最後は悲惨なことになるのではないか。公爵は今もこれからも、一人の人間や一つの物事に、落ち着くことは、決してなく、破滅的な結末となるのではないかと。 公爵夫妻の結婚を表している。なお、夫妻は、その生涯で一難六条も受けている。ハリエットの十回によると、ヘンリーの乱行ぶりに、家族は激怒して、父の六代公は連日出席の手紙を送ったが、逆効果に終わったという。ありがとうございます。